でこの、文化プログラムというのは来年の、東京2020オリンピック・パラリンピックの実はプログラムでございます。子どもさんに舞台芸術の面白さって言いますかね、人間の体が語ることの面白さをまずお見せしたいなと。いろんなやっぱり見た目であるとか貧困の問題であるとか物思想であるとかいろんな違いがあって、でも私たちは地球に生きてるんですから、みんなで仲良くということを子どもの世界に表現したくて、愛です。プログラムをはっきり2つに、子ども向き大人向きとはっきり分けました。やっぱり観客の中にはお子さん連れっていう お客様もたくさんいますので、一つ目の怪獣で言うと、そのなんか指をこうね一本上げるシーンがあるんですよ。こうやってこれです。この時にな叫んで、みんながそれに合わせて一緒に指を上げるっていうシーンがあるんですけど、あそこでみんなで一つになろうっていうところですね。皆さんこんにちは。楽しんでいただいておりますでしょうか。ありがとうございます。大川誠さんの詩というのは、彼は三島の出身で、特にその水っていうイメージがこう品質するのは多分その柿田川湧水のことを歌ってらっしゃるんだと思うんですけれども、でその、大きな水に包まれてその生命が生かされているというような、すごくこうなんていうか自然環境と人間が調和したイメージみたいなことを歌ってらっしゃると。この地下から奔走する湧水群は、斧も管のパルスで生きている一切の地上の有機生命体の貪るべき最初の吸い口。当てどない夢の過剰が一つの愛から夢を奪った。大岡誠、1931年現在の静岡県三島市に生まれる。2003年文化勲章受章、2004年レジオンドヌール勲章受章。夜の旅っていうのは、かなりドラマチックっていうか、すごくギリシャ神話からもちょっと題材が取られているので、古典的なセリフの言い回しみたいなものもちょっと意識しながらやってるところがあると思います。旅はいつでもこのようにして始まるのだ。夏の終わりの風吹き渡る草原の都、ウランバートル、ナーダムの祭り。波状なす闘技場では500人の力士らが胸から腹へと大きくはだけた模様ある襦袢をまとい、
頃の娘運び、そう見て楽しみにたといる。近代オリンピックっていうのは芸術競技みたいなものをくっつけていて、まあ、ただスポーツをやるだけではダメであるという趣旨があって、でその中で、その文化芸術っていうのもしっかりやりましょうというのが、まあ、近年のオリンピックの流れになっていると。で、まあ、本県の川勝平太知事が、そこにご着目されて、静岡県としてもしっかり文化プログラム盛り上げていこうと。全ての人に愛を持って接してほしい。子守歌ってそういうもんですよね。だからそういうどのパートにもそれは使えるんじゃないかなっていうのがララバイじゃないかなと思って。